本当にめっちゃいいよ、ね、足だけでも十分と思ってるから、うん、冷えたら帰ります。うん、今よだっちゃった。でもこの状態は多分露天さ、うん、一番いいよね。露天感そう、ね、中で十分温まってから来るとしばらくこれでも全然問題ない、うん、そうだね、気持ちいいぐらい。うん、わかるわかる。足だけ入ってるだけでだいぶ体温かいか。温かい。足湯好きなんですよ。ああ、ね、この状況めちゃくちゃ最高です。うん、よいよい。当温泉は純然たる温泉で白く浮いているのは硫黄の湯の花です。何も言ってないです。そうだね。綺麗なお掃除してくださったわけかな。ありがとうございます。本当に。最近なんかいいことありましたか？最近いいこと、せっかくこのいい気分の中で最近いいことか、なしどの方面でいいことかっていうのを自分の中で、自分の中で、あ、クラウドファンディング達成した。あ、おめでとうございます。そうだ、全国に全県で行くわ。福岡と仙台と大阪、大阪、すごい。お疲れ様でした。無事にメンバーが増えました。そうだね、そうだそうだそうだ、これを見る方にはお疲れ様でした。そうだね、そうだね、お疲れ様でした。でも無事達成したということで、本当に、ね、エビスは私ですか？お誕生日です。あ、そうだね、お誕生日で、ずっと夢だったソロを進めようということで、ソロイベントも、はい、遊びイベントソロで、ソロ歌をやっていこうと。 M&M、 はい、チョコレートから取ったことは言いませんけど、でもそういうことかと思った。違う、なんかあれの M&M がそのエゴサがしづらいとか、うん、なんかそのちょっとあの検索しづらい、読みづらいから、うん、なんかいい呼び名ないんですかみたいな、ハッシュタグとか、うん、っていうのをファンの方から言われて、うん、どうしようって思ってあの募集をかけたんですけど、うん、とある方からあの帽子のよくミスである桃井とミスでいいんじゃないかって言われて、あー、なるほど。美佐子さん台湾編でよく桃井とミスよく見てらっしゃる台湾見ててありがとうございますなったのでちょっと採用しようかなって。70% ぐらい、もう 70% ぐらいしか思ってます。もうじゃあラブラーさん芝居がきっかけで、そうですね、私のハッシュタグが桃井とミスになる。ありがとうございますまあ、あのどうなってるかは放送中に決まってた。私2回ぐらいやったんだよ、ね、もっとやってますあの突っ込んでないだけで実は地味に何回かあるあ、そうだ、 LINE 上で何回かあったし、その放送の、テロップにもモモイ&ミス、あのミス&ミがモモイ&ミス、モモミスって書いてあるやっされたな後ろで撮影をひそかにしているモモミスって、これはモモイミス私です、なんか無理あったあったあった。山本さんそう今で少しずつ活動してるので、なんかちょっと夢に別の今ラスケだけだったり、でも膨らんだって意味では自分の中ではまあいいこと、そうね、いいことね、頑張ったな。いや、これは私ね、一つこれよっしゃーってことがあるんですけど、放送できないんで基本的に全部ピピピとかダダダダって入れるんで、聞いた時にオーバーなリアクションだけしてもらえると、そんな台本いりますか？終わりは青ですね、はい、おおおこれはすごいぞ、はい、そしていい、ね、マジで、はい、あの、はい、課題じゃなくてマジでおおってなってる、はい、おそれはすごい、はい、さっきちょっとやらせ感あったけど今マジですごいちょっとまずいなって気がしますけど、うん、出ます。あ、出た。なんかよくツイートしてますよ。この間深夜10時半ぐらいに始めて、気づいたら朝始まって、ボールじゃないですか。そうなんですよ、ずっと遊んでるの